だんだんその自然に対してそれを感謝をするとか、まあ、自然に対して感謝をするっていうことは、まあ、国にいる、国でこうやって平和にいるって国にも感謝するとか、一つのその最初は習わしでいいと思うんですけれども、それがだんだん心が入ってきて、まあ、他人にも感謝をし、こうやって先ほどおっしゃったここに来れてる、脳溢血にもならない、ここに来れてるっていうことに、そう、それそれもが感ね、謝。すごいことなんですね。感謝です鵠ね。沼の海にこう日曜日の朝ね、集会場みたいなもんですよ。みんな集まるんですよね。だけどなぜか年数が経つとね、一人二人とこう顔がね欠けていく。で今ねそれと同じような現象がね、台風の時ね、逗子マリーナあるでしょ、結婚式場ありますね、あそこの真ん前にね大波が立つんですよ。かぶねって言ってるんですよ。そこは今の台風ででかい波立ちました。私も行ったんですよ。それでね、波は大したことなかった、綺麗なめちゃくちゃいい波なの。で平日ですから湘南中のサーフボード関係の人みんな来てるわけよ。はい、正さん、はい、誰だよ、いやいやいや、もうこういう感じ、本当にもう同窓会みたいな。それがみんな海投げるんですよ。でもそこはたくさん入っても許容してくれるだけの波持ってるのね。もうマシンで作ったようないい波なの。でいい調子でバー乗ってました。そうしたらね、たまにねお化けって言うんだけど、何分か周期で巨大な波が来るんですよね。海って来ちゃったんですね、お化けが。もう粉々みんなで、僕ももうひっくり返っていたのか持ってられないからポーンと投げて、なるべくこうスルーさせるように抵抗なくするようにするんだけど、その時ここのね足にねリーシュコード二巻き巻きついちゃったのよ。でここも肉離れになっちゃって、今もここね血がね紫になってますけど、だって取れない、むしろ取れキュッてない。グーッもうと。でかい、そうそう、ぐるぐると巻かれちゃったから、糸がもだけたようなもんで、リーシュコードって僕右利きだから右足つけるんですよ。それが左足に巻きついちゃって、でかい波の中でもうグリングリンで、でここベコーってへこんじゃってね、今も痛いんですよ。記憶に刻まれるいだからくそつれかがのね、ね。それがまさしくね、自分のおごりをね戒めてくれるんですよ。そうですね。ああ、もっともっとちゃんとした道具をね。それその時ね、僕短い板でやってたんで、これショートボード用の、これでいいだろうっていうんで、ショートボード用のね1.8メートルのやつを使っちゃったわけ。で波がでかくなってきたらね、9ぐらいのね長いの使わなきゃいけないんですよ。それをね、いやこのぐらいならいいやっ高くくって、ちゃったわけですそうなんね。ですよ。でやられちゃって、もう足もずーっと紫になっちゃってさ。なんかある意味人間として生きててもある意味そういうそのミッションっていうか、すごいこう自分に対してのこう、まあおごりを戒めてくれるような経験の中で感謝。そうなんですよ。それでね、ああこうやってやれてるってのがね、あ今日も海生えてるってのがね なるほどね。で今日もね11そ時に行って明日も行く、明後日も行くってすごいですで今日ね。は息子プロサーファーなんだけど、今日お休みでね、でもう先入ってるんですよ。で息子のとこ行って、息子の仲間もみんないるしさ、めちゃ楽しいわけですよ、そのメンバーで。わかります？一日一日一刻一刻違う、みんなそそれぞれが違うものをう、そうそうそ共有してるっていう。う、だから今日2時間やったっていうのはね、今日ロータイね、潮が引くのが11時ぐらいなの。だから大体2時間ぐらいしかないんですよ、いい波がね。だから2時間なんですよ。それ2時間経つと潮が上げてきちゃうから、波の形が悪くなってあんまり面白くない。これからじゃあその冬っていうまたサーファーにとってはシーズンに向かうわけなんですけれども、毎日シーズンに感謝をしながらきっとそうで向すかわれるとね、思いますけれども、これからこの間も試合にね出られたということで、出ましたよ、宮崎で。
ねえ、ちょっと失礼ながらお年を聞いていいのかどうかわからないんですけれどもすごい大先輩です、そういう点ではもう本当にあの今の若者たちにたくさんいろんなエクスペリエンスを残して、はい、これからも活躍していただきたいと思います。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。鈴木さんです。ありがとうございました。